はい、皆さんこんばんは。福井さんにようこそおいでくださいました。今日も賛美をして始めていきたいと思いますが、一番最初に歌う曲は花もですね。を歌っていきたいと思います。「君を結ぶ」
災が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため賛美歌の413番にあります望みも消えゆくまでにという歌を歌っていきたいと思います。これは聖書の詩編の聖書の言葉を歌にしていますが、特にですね、リフレインの繰り返しの部分、数えてみよう、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。神様がよくしてくださっていることを、数えてみると実はいろんなことでたくさんあるなということですが、そのことを歌っていく内容になっています。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩む時、数えてみよ主の恵み。ただ心が安き声、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。十字架を担いきれず沈むとき、数えてみよ主の恵み。つぶやきなどいかげあら、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。世の楽しみと未知識、ただ心を誘うとき、数えてみよ主の恵み。甘つ国の幸によば、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み。数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。続きまして443番、人生の海の嵐に。晴れ渡る時もありますが、結構ですね、突然雲行きが怪しくなってきて、雷が降ってきたりとか、大嵐に見舞われることもありますが、その人生の海の嵐の中で、確かに港にたどり着くことができたら、幸いです。443番を歌っていきましょう。この身を
聖歌の中に入れられていた歌なんですけども、丘に立てるカルバリとかゴルゴラとか言われるそのイエス様が十字架につけられた丘がありますが、その丘に立てる荒削りの十字架、その十字架がですね、私の罪を、身代わりに背負って、受けてくださったその苦しみであったこと、その十字架の内容が私の罪のためであったということを、して歌う歌になっています。丘に立てる荒削りの十字架に羊
嘘見し荒削りの十字架順番にその後の続きを見ていきたいと思います。今日は安心して生きなさいと、そのように書かれている、2章ですね、2章に入ったところですけども、旧約聖書のサムエル記の第1の1章の最初のところの聖書の言葉があります。そこをまず読みします。ハンナは答えていった。いいえ祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このはしためを横島な女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。エリは答えていった。安心して生きなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。この女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。旧約聖書サムエル記第一1章15節から18節。病院のお医者さんの、主な仕事というのは、病理診断、どういう病気かということを診断していくということです。特に手術中に届いた細胞とか組織を顕微鏡で観察し、がんの種類や進行状況を調べます。そしてすぐに診断結果を伝え、それをもとに外科医は切除の範囲などを決めます。つまり短い時間で全体を把握しなければなりません。手術の途中で少しそのサンプルを取り出してきて、どれぐらいの、がんが進行しているのか、どこまで切らなきゃいけないのか、その、迅速な、正確な、この判断が必要になります。手術の後も切除した細胞組織をさらに詳しく診断していきます。また死因の原因、もしもその方が亡くなったということであるならば、どうして死んだのかということも、調べていくことも大切な仕事です。つまり
じっと風貌を見て心まで見ることが病理学からの学びです、その人を見ながらですね、その人の心の中まで、見ていく、そのことがお医者さんにとって求められていることです。私は眼哲学外来にやってくる人々も風貌から心を見ています。悩みは様々ですが、部屋に入ってくるときその顔は暗いことがほとんどです。笑いなど出ないといった様子で、話しながら涙を流す方もいます。これまで順調に歩んでいると思っていた人生が癌によってストップしてしまい、失望という心の状態を抱えてやってくるのです。最初は何も言わずに相手の話をひたすらひまげな風貌で聞きます。この説よくですね、ひまげな様子で接するということを書いてますが、あまり忙しそうな様子をしているとですね、相手もですね、もし忙しいから申し訳ないなとかということでですね、あんまり本音を話せないかもしれませんけど、ちょっと暇そうな風にしているとですね、ちょっとこの人は少し時間ありそうだな、暇そうだからちょっと話して聞いてもらえるかなみたいなことで心が開いてくるかということです。相手の話をひたすらひまげな風貌で聞きます。人生に疲れている、不満であるというのは顔を見ればわかります。ところが一夜にして変わることができるのも風貌なんです。その顔の表情とかそれがですね、一夜にして変わることもあり得る。それが人間なのです。鬱的であった人が、非常に落ち込んでですね、鬱的であった 人が一夜にして、一晩にして晴れやかに変わることができるのです。沈んだ様子で来た人が言葉の処方箋によってやってきた時とは違う顔つきで帰っていくことが私の目指すところです。頭で理解して分かりましたと言うけれど顔つきは変わらないというのではなく、その人の表情や様子が変わること、風貌が変わらなかったら眼哲学外来をやる必要がないと思っています。すごい素敵な、志ですよね。その人のこの人生を希望を与えたい、顔つきを明るく変えて、そして帰っていただきたい。そうでなければ眼哲学外来をやる必要がない、眼科学をやる意味がないということです。もちろん自宅に戻ればまた気持ちが沈むことや寂しくなることもあるでしょう。ですが辛い現実や絶望の中でも自分には与えられている使命がある、そのことに気づくなら人は変わっていくのです。聖書でハンナという女性は長年子供ができずに悩み苦しんでいました。そのことを聞いた祭司エリは彼女に声をかけます。安心していきなさい、イスラエルの神があなたが願ったその願いを叶えてくださるように。その言葉を聞いたとき、泣いてばかりいたハンナの表情は以前とは変わりました。妊娠したから笑顔になったのではありません。身ごもったからですね、やったということで笑顔になったわけではありません。状況は何も変わっていません。置かれている持ち場たちも何も変わっていません。周りの人は何も変わっていません。でも結果が良かったから喜ぶというものはいずれ忘れてしまうものです。苦しみのただ中でどんな顔で生きるかということなのです。暗い顔、辛い顔をしている人には周りの人は近づくことがなかなかできません。そしてあなたの表情が変わるときに全てが変わるのです。どんな境遇に関わらず一夜にして変わるものは風貌です。癌という辛い現実は変わらなくても、その現実に対してどのように反応するかは人によって様々です。どんな辛い状況の中であっても悪い反応ではなく良い反応ができるようにと願っています。そんなことが書かれています。それでですね、今日そのハンナさんというですね、悩んでいた、本当に悩んで、鬱的な状況に陥っていた、どうしようもない中で悩んで苦しんでもがいていたそのハンナさんという女性のことを見ていきたいと思います。旧約聖書を皆さん、開いていただけたらと思いますが、旧約聖書の中に、レビ民、神明記、ヨシュア、シチルズ、サムエル、そしてサムエルというところが出てきます。デビッド神学生のですね、息子さんがサムエルという名前になったんですけども、このサムエル記のサムエルちゃんから、名前が付けられておりますが、そのサムエル記第一と第二がありますが、第一のサムエルの一章を開いていただけたらと思います。そうすればに神明記、ヨシュア、シチルズ、サムエル記ですね。サムエル記の第一章の、せっかくですから一節から
18節あたりまで読んでいきたいと思います。19節、エフライムの産地ヤマタイム出身のツフ人の一人で、その名をエルカナという人がいた。エルカナさんというのが旦那さんです。エルカナさんというのがご主人です。この人はエロハムの子で、エロハムはエリフの子、エリフはトフの子、トフはエルハム、エフライム人ツフの子であった。エルカナには2人の妻がいた。ちょっと旧約聖書ですから一夫多妻制のところがあります。エルカナには2人の奥さんがいました。1人の名はハンナ、と言い、もう1人の名はペニンナと言った。ペニンナには子がいたが、ハンナには子がいなかった。ここでまず区切りたいと思いますが、エルカナさんというご主人がいて、2人の奥さんがいました、妻がいました。1人の名前はハンナさん、もう1人の名前はペニンナさん。エルカナさんにハンナさんとペニンナさんという2人の奥さんがいた。ペニンナさんには子供が与えられていたんですが、このハンナさんという、もう1人の奥さんの方には子供がいなかったということが記されています。これが原因で、特にこの一夫多妻制ですから、そういういろんなことでこう必要以上の苦しみが出てくるんですけども、とにかく、とても居場所がない家庭環境に置かれていくのがこのハンナさんでした。この人は毎年自分の町から登っていき、シロで万軍の主を礼拝し、生贄を捧げることにしていた。そこではエリの二人の息子オフニとピネハスが主の祭司をしていた。そのようなある日、エルカナは生贄を捧げた。彼は妻のペニンナ、そして彼女のすべての息子娘たちにそれぞれの受ける分を与えるようにしていたが、ハンナには特別の受ける分を与えていた。主は彼女の体を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。6節、また彼女に敵対するペニンナは、主がハンナの体を閉じておられたことで彼女をひどく苛立たせ、その怒りをかきたてた。そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登っていくたびに、ペニンナは彼女の怒りをかきたてるのだった。こういうわけでハンナは泣いて食事をしようともしなかった。ここでまた区切りますが、とにかくこのハンナさんとペニンナさんはもう敵対関係に、もうライバルですよね。どっちがご主人の愛をもっとたくさん受けることができるのかということで、競争しているわけです。張り合っているわけです。ですからライバルですから、敵対しています。でこの子供が授かっているペニンナさんはですね、調子に乗って子供を一人も授かることができないハンナさんをいじめていくんです。そして広く苛立たせる、もうストレスをどんどん与えていく。あなたはいつになったら子供を産めるのとか言ってですね、すごい嫌がらせをねじねじとねじねじとこの傷口に塩を塗り込むように、一番気にしていることをずけ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 、毎年その一番気にしているときにもう嫌がらせをしてくるわけです。ハラスメントですよね。非常に、セクハラと言ってもいいでしょう。もう特にこの身ごもるとか身ごもらないっていうのはですね、それは人間技ではなくてですね、神様がそれを子供を、体を開いて、与えてくださらなければ、人間的にどんなことをしてもですね、今いろんな不妊治療というものはあるかもしれませんけども、でも、いくらそういうことをしても、生まれないときには生まれないのでありまして、ハンナを泣いて食事もしようともしなかったという状況があります。7節がそのことが語っています。皆さんもそれぞれですね、もう食事なんかしたくないというような状況が、時には人生には、そんな日も何日もあるかと思いますが、このハンナさんはまさにそういう人状態に落ち込んでいたんです。本当に毎年毎年もう傷口に塩を塗られて、家にも居場所がない、どこにも居場所がない、逃げ出そうと思っても逃げ出せない。そしてもうないって、特にですね、もう本当にもう食欲も全然ない、何も食べたくないという状態にそこまで落ち込んでしまう。食べるということは、生きることの希望が持っているからこそ食べることができますが、もう生きる希望がなくなってくるとですね、もう食べたくもないという状況になるかと思いますが、このハンナさんという一人の女性は本当に涙でですね、涙流しながら、もう食事なんかしたくない、何も食べたくありませんという状況に陥っていました。ご主人はなんとかその押し込んでいる、妻を励まそうとするんです。夫エルカナさん、8節、夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣いているのかね、どうして食べないのかい、
どうしてあなたの心は苦しんでいるのか、あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。もう精一杯旦那としてですね、奥さんを励まそうとするんです。でも全然届かないですね、そんなことが。あなたにとって私は10人の息子以上のものじゃないのかと言われてもですね、一人の息子も一人の娘も授からないんですから、もうそんなね、そんなこと言われてもね、余計辛いだけですということで、余計に辛くなってしまうような、そういう状況でありました。食事も喉通らない、食べたくもない。9節、シロでの飲食が終わった後、ハンナは立ち上がった。ちょうどその時、祭司エリは主の神殿の門中のそばで椅子に座っていたと続いていきます。それでですね、ちょっと飛びまして18節を先取りしてみてください。ビフォーアフターというなんかあの番組があったりしますけど、リフォームのですね、リフォームする前とリフォームした後とかって、まあ、少し過ぎた時ですけど、ビフォーアフターにしていただくといいかもしれませんけども、築、30年以上経ってますね、いろいろとですね、メンテナンスが必要な時期かもしれませんけども、ビフォーアフターを見ていくとですね、さっきのこのビフォアのところはですね、7節なんですよ。ハンナは泣いて食事をしようともしなかった。これがある出来事を前にしたとっても辛いハンナさんの状況でした。もうご飯も食べたくない。ところがですね、18節アフターのハンナさんの姿を見てください。彼女は、はしためがあなたのご好意を受けられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかったと書かれています。わかりますか？聖書はさらっと書いてますけども、注意深く耳を傾ける必要があります。さささっと読んでしまったらそれで何も感じないで引っかからないんですけども、引っかかる読み方をするにはやっぱりちょっと時間をかけてじっくりと何回も読んでみることですね。で、まあ、ビフォーアフターで意識するとよくわかると思いますけども、泣いて食事をしようとも しない、もう食べたくもないっていう人がですね、帰って食事したってさらって書いてるんですけど、すごいことじゃないですか。あの人もご飯なんか食べたくないって言ってた人じゃないの。泣いて泣いてもうどん底に落ち込んで鬱的な状況の中ですね、もうほっといてくれみたいな世界になってたのに、なんで彼女帰ってさらっと美味しく食事してるんでしょうか。しかもその顔は、その風貌はもはや以前のようではなかったって書いてあるんですよ。以前はですね、あの目の下にクマが2匹ぐらいいてですね、そしてですね、もうなんかこうくぼんでですね、顔もげっそり痩せてみたいな、ここなんかこうふくらーい、なんかこうオーラが漂ってですね、なんか近寄りがたいこう雰囲気があってですね、この人もしかして、もしかしたらなんかあの胸騒ぎがするかもしれないみたいなですね、本当にこうあの大丈夫かなこの人っていうぐらいの心配したくなるような状況の顔だったと思いますよ。もう食事もしたくありませんから。ところがこのハンナさん、一体何が起こったんでしょうか。彼女は帰って食事した。多分バクバク食べたと思いますよ。今まで食べなかった分ですね、食欲が出てきて、もうモリ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 ご飯何杯も、まあ、日本的に言うならばご飯何杯もパンも食べるとかですね、ステーキもいきなりステーキ食べるとかですね、そういろんなことでもうバクバク食べちゃった。デザートも別腹で満腹して、もうこれ以上入りませんっていうぐらいに帰って食事したんです。そしてその顔は、ああ美味しかったわみたいな世界です。全然暗いところがなくなってるんですよ。ああ美味しかった、ああ私幸せ、あ寝ようかなみたいな、もう入らないわ私、別物って言ってももう入らないから、デザート持ってこないでみたいな世界になっているわけなんですよ。もはや以前のようではなかった。このビフォーアフターが皆さんお分かりになるでしょうか。泣いて食事をしようともしない、ああもう私食べたくないな、もう私ダメ、もうほっといて、もう私え、ほっといて、もう食べたくないって言ってた人だよ。おいしい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 、ああうまいうまいうまい、ああこれベスベラ、ああこれベスベラ、やっぱりベスベラってあるんだってみたいな感じですね。デザートをペロリと平らげて、ああおいしかったわみたいな世界になっているという、この違い皆さん分かりますか。でこのビフォーアフターを鮮やかに見ると興味津々になるじゃないですか。なんで彼女こんなに変わったの、劇的に何があったの、一体あんた一体何があったのっていう、あんだけ暗い顔してたじゃないの、あんだけ死にそうな顔してたじゃないの、どうしたのあなたっていうふうに言いたくなりますよね。そのことを一緒に聖書の中から探っていきたいんです。なんで、何がこのハンナさんにあったのか、何が彼女を変えたのか、それは今を生きるあなたにも
非常に実践的なことです。実際的なことです。今本当にどん底にいるような人であったとしても、食事もしたくない、早く死にたいと思っているような人がバクバク美味しく食事ができて、そしてもう晴れやかな顔をしてですね、元気に生き生きと全然別人のように変えられて生きるための秘訣がここに書かれているんですよ。それを知りたいと思われませんでしょうか。何があったんでしょうか。一体ハンナさんは何したんでしょうか。どういうことが起こったんでしょうか。このビフォーアフターの間にあること、その出来事にぜひ注目していきたいんです。耳を傾けていきたいんです。まず10節あたりまでさっき読みましたけども、10節からちょっと読んでみましょう。何が彼女を変えていったのか。ハンナの心は傷んでいた。そうです、もう心がズタズタになっていました。もう心がボロボロだったんです。もう痛い、もう居場所ない、そしてもういろんな形でもいじめられて、もう言葉の暴力を受け続けて、そして実際の暴力も受け続けて、もうボロボロに心がズタズタに引き裂かれていた。傷んでいた、血が流れていた心から。そして彼女は激しく泣いて主に祈ったと記されています。非常に正直な素直なリアクションでしょう。もう本当にどうしようもない時に私たちはですね、人目をはばからず、もうというか 人に見られないところに一人でこもってですね、思いっきり泣くということはとてもいいことであります。男は涙を見せるものとかっていうふうに日本で教えられるかもしれませんが、あの浜松が歌っているようにですね、誰もが泣いてるんですよ。人知れず隠れたところで誰もが涙流してるんですよ。実はそれで人知れずですね、別に人前で泣く必要はないですけども、一人きりの時はワンワン泣いてもいいと思うんですよ。それは非常に健康的に精神衛生上とてもいいことです。元気になるためにはまず激しく泣くというプロセスが必要です。その感情を押し殺すんではなくて、ポーカーフェイスをし続けるんじゃなくて、誰も見ていないところでもその仮面を殴り捨てて、そして本音で悲しい時には泣けばいいんです。思いっきり激しく泣く、泣いたと書いています。日本人はこれが苦手かもしれません。なんかさめざめと泣くみたいなことあるかもしれません。さめざめと泣いて、なんかああ私はもうとか言って、なんかこうそうじゃなくてですね、激しく泣くというですね、まあその激しく感情を表す、自分に本当に素直になって、痛い時には痛いと言えばいい、悲しい時には涙を流せばいい、そういうことが言われています。彼女も激しく泣いて、自分に正直になって、痩せ我慢もせずに、背伸びをすることもやめて、本当に裸の自分に向き合っていく、そしてどうしようもない思いをアウトプットしていく。今アウトプットという言葉がですね、本屋さんに行くと結構並んでますよね。人生は結局アウトプットで決まるとかっていう本もあるみたいですけど、あれは興味津々ですけど、でもやっぱりですね、そのネガティブな否定的な気持ちが心の中に押し込められているなどすれば、それは良くないですよ。やがて爆発するんですけども、爆発する前に、人に迷惑のかけないところで一人でですね、思いっきり泣けばいいわけです。その思いを全部言葉にしてですね、叫んだらいいと思うんです。言葉にならない苛立ちをどこに向けたらいいかもしれない、わからないかもしれませんが、とにかくですね、それを言葉にしてその感情を表してみる。泣きたいときは激しく泣く、これがハンナさんがしたことでした。最初はそれは祈りとは言えなかったと思います。もう本当にどうして私はこんな人生なの、なんで私だけこんなに苦しまなきゃいけないの、どこに神様いるんですか、もう神も仏もいるか、神なんかいないよ、ふざけるな、なんで俺の人生にこんなことが起こるんだ、あんまいい加減にしろよ、俺は何様だと思って、俺は誰だと思ってるんだって言ってですね、とにかくその心に秘めた怒りや苛立ちを全部吐き出していく、アウトプットしていく、それはとても大切なプロセスです。彼女は激しく泣いて、そしてひとしきりわめいて泣いた後に、それはやがて祈りに変わっていきます。主に祈った。
もし神様いるだとすれば祈りに応えてよ。今は神様今どこで何してるの？私こんなに苦しんでるのにあなた今どこにいるの？本当にいるんだったら今私を助けてよ。そういう真剣な苦ってかかる祈りですね。本当に神様がいるんだったら、本当にイエス様がいるんだったら、十字架にかかるほどに私を愛してくださっているとすれば、今私に応えてください、この祈りに、というその激しい祈りかもしれません。そして11節、彼女は誓いを立て始めます。誓願と書かれています。誓って願う、そういう祈りです。万軍の主よ、もしあなたが明日目の苦しみをご覧になり、私を心に留め、この明日目を忘れず男の子をくださるなら、私はその子を一生の間主よ神様にお渡しします。神様にお捧げします。そしてその子の頭には髪剃りを当てません。特別な子供として神様にその子を捧げますという誓いをするわけです。もしもこの苦しみを神様あなたがご覧になって、私のことを忘れてなくて、そして祈りに応えて男の子をくださるとすれば、神様私はその子を一生あなたにお捧げします、あなたに捧げますから、という誓いを立てて子供を授けていただけますようにというお願いを、誓いをかけてお願いをしていくということが起こります。そして12節を見ると、どんなふうにハンナさんが祈っていたのか、長く祈っていたと書かれています。祈りというのは3分間祈ってもあまり起こらないことは起こらないことが多いです。電子レンジじゃないんですから。3分チーンチーンとか言ってるんですね。はい、祈り答えました。そんなわけないですよね。そんなわけないですよ。そんなわけないですよ。3分間祈ったぐらいで何も起こらなかったって、それ失望するのはちょっと聖書的ではないです。聖書は3分祈ったから劇的に変わるなんて一言も約束してませんから。この時のハンナさんの本当にその食欲もなかったその彼女を、もはや以前のようなないほどに元気に生き生きと変えた祈りは長い祈りでしたよ。長い祈りです。ハンナが主の前で長く祈っている間と書かれています。少なくとも1時間単位で祈っていたと思います。ずっと祈っていたと思うんです。もうそれ泣き言を神様に言ってたようなものかもしれませんけども、とにかくですね、涙を流しながら、その本当に自分の気持ちに素直になりながら、言葉にならない苛立ちをどこに向けたらいいか分かんないけれども、神様に向けていた。吐き出すところがもうなかった。誰も私のその弱音なんか聞いてくれる人いない。弱音なんか一言でも言おうものなら、もう徹底的にいじめられて、もう余計ひどい目に遭ってしまう、どうしようもないということで、その誰にもその弱音を吐けない、そういう状態であったかもしれません。ですからもう神様しかもう吐け口というかですね、居場所がない、そこにしかも居場所がないということで、もう神様の前に出るしかなかったんです。ですから本当にもう駆け込み寺みたいな形ですね、そこに駆け込んで、そして涙ながらに長く祈っていました。そこに祭司エリさんがいて、彼女の口元をじっと見ていたわけです。まあ、祭司さんですから、そこにお祈りしてきて女性がいるわけですね。ちょっと心にかけて気にかけていて、どのような女性なのかな、何をどんなことで来られているのかなということで気にかけていたのでしょう。で、13節を見ると、ハンナは心で祈っていたのでと書かれています。あまり言葉にならない祈りを、声に出さない祈りをしていたようです。日本的かもしれません。韓国の人は結構ですね、言葉に出して大声で叫んだりするんですけども、日本人は結構おとなしいですから、あんまり叫ばないんですよね。声に出さないんですよ。なんかお祈りをしてるのか、お祈りをしてるのかわからないような感じで、静かに祈ってますね、日本人は。心で祈っていた、声に出さない、言葉にならない祈りで、唇だけが動いて声が聞こえなかったと思います。まあ、そういう、まあ、ちょっと言葉で心の中で一生懸命お祈りしてると、唇がちょっと動いているような、そういう状態でした。それがですね、なんとちょっと勘違いされたんですけど、彼女酔っ払ってるんじゃないかなと見られてしまったんです。神殿の中なのに、礼拝の場所なのに、お祈りする場所なのに、 何この彼女酔っ払ってるのかなみたいな、そういうふうに思われてしまってですね、叱られてしまうんですね。14節、
エリ、妻子エリさんは彼女にちょっと冷たい言葉で叱ってしまうんですね。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。それでですね、私見られていたということが分かってですね、ハンナは答えていきます。まあ、はっきり、それを否定してですね、どういう事情で何をお祈りしていたのかということをちゃんと言葉にして説明していきます。いいえ、妻子様、私は心に悩みのある女です。心に悩みのある女です。ブドウ酒もお酒も飲んでません。酔っ払ってるわけじゃないんです。キッチンドリンカーでもありません。お酒に逃げてるわけじゃないんです。私シラフです。酔ってません。私は主の前に心を吸い出していたのです。この表現、祈りという言葉は使われていませんが、これは素晴らしい祈りを表現した言葉です。神様の前に心を注ぎ出す、すなわちそれは祈りです。難しいことではないです。その自分の思っていることを全部神様の前に吐き出していくんです。神様、本当にあの人のことは絶対許せません。なんで私があんな人にあんなこと言われなきゃいけないんですか、とかですね、もう散々神様に訴えていたと思います。心を注ぎ出す、言葉にならなくても声に出さなくてもですね、心の中で一生懸命心を注ぎ出して神様の前にそれを吐き出していた、アウトプットしていた。神様の前に飾らないで、いい格好もせずに、本当に等身大の裸の自分で神様に向き合って、神様、本当に私参ってるんですよ、もう食べたくもありません、本当に私参ってます、もう人生最大のピンチですよ、こんなに辛かったことありません、もう本当に死のうかと思います、もう神様耐えられません、こんな辛い人生だったらもう私耐えられませんから、早く楽になりたいので、もうどっか遠くに逃げたいので、もう何とかしてくださいよ神様、ということでとにかく心を注ぎ出していた。でもこれが非常に効果的な祈りなんですね。あなたの心がもしそんな風に神様の前に注ぎ出されていくならば、そのような祈りこそあなたをどん底の中で変える祈りです。親が変わらなくても、あなたがまず変えられていく祈りです。この聖書の箇所で注目すべきは、状況や環境は何も変わっていないということです。周りの人は一切変わってません。ご主人のエルカナさんも何も変わってません。いじめてくるペニーナさんも何も変わってません。相変わらず傷口に塩を塗るようなことを言ってきたでしょう。でも周りの環境が何も変わらなくても、彼女自身が祈りによって変えられてしまったんです。私よく、これは霊的な真理だなと思いますが、祈りというのは、本当の祈りというのは、心を神様に注ぎ出していく、もう本音で神様の前に出ていく、そういう祈りをする人は、まずその人自身が変えられます。その人自身が閉塞感を突き破ってですね、それまで黒雲に覆われていてですね、俺の人生は路地裏で行き止まりでもダメだみたいなことで、もうこれ先どれだけ生きても希望も夢もないっていうような、そういう真っ暗な黒雲に覆われていた。だけど心を注ぎ出して祈るとですね、その雲がですね、見事に分かれて晴れ渡る青空が垣間見ることができる。そこから日の当たる場所っていうか、自分のところに太陽の光が、神様の希望の光が差し込んでくる。そういうことを体験した人は元気になりますよ。食欲出てきます。そして顔が全然違った顔になります。あ、その人自身が祈っている、その人自身がまず変えられて、そしてその後で周りの人も変えられていくということが聖書的な原則だと思います。親が変わったらね、なんとかなるかもしれないと思うかもしれませんが、それは無理だと思います。何十年も親は変わってないんですから。変われる親だったらとっくに変わってると思いますよ。もう変われないからこそ自分が大変な病気の中で苦しんでるわけでしょ、子供が。親が変わるということは現実的ではないと思います。でも祈ったら、親が変わる前にまずあなた自身が変えられて、希望や生きる力が与えられるということは霊的な真理だと思います。早く死にたいと思っている人が、もはや死にたいっていう人の顔じゃなくなる。美味しくバクバクと食事して、おかわりもして、
デザートも別腹でもうこれ以上食べれませんみたいなことになって、ああお腹いっぱいになった、ぐっすり寝ようということになっていく。そのことをもたらしたのはこの心を吸い出して主の前に祈るという、注ぎ出すという祈りだったと思います。この足ためをよこしの女と思わないでください。酒飲みの、なんか、不良の女だと思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。こんな状態で負け組になりたくない、こんな状態でこのままの人生で終わるのは嫌だ、なんとか見返してやりたい、なんとかバカにしている人たちを見返してやりたい、その募る憂いと苛立ちの中で一生懸命長いこと祈っていた。今まで祈っていたんです。お酒飲んでいたわけじゃない、酔っ払っているわけじゃないんですよ、分かってください、祭司様と彼女は切々と訴えました。それでエリさんはね、もう分かったんです。あ、分かりました、申し訳ありません、私は本当に誤解してました、安心していってください、イスラエルの神様があなたの願ったその願いを叶えてくださいますように、あなたの上に神様の祝福が豊かにありますように、 God bless you と言ってくれた。彼女はですね、橋田があなたのご好意を受けられますようにと言ってその場所を後にしていきます。そしてそのアフターの場面ですよね。それから彼女は帰って食事をした。さらっと書いてますが、すごいことが起こりました。その顔はもはや以前のようではなかった。自分の力で変われとか言われてもそれは無理だと思うんですよ。そんなことができるならもうすでにですね、何十年も前にそれはできていたと思います。頑張れと言われても頑張れないとかですね、もうちょっとなんか要領よくやったらいいのにとか言われても、それ要領よくやれないから私こんなに悩んでるんでしょうみたいなことですけども、どうあがいてもどうもがいてもどうにもできない壁にぶち当たって、そこから一歩も先に進めないっていう時がある時ありますよ、人生というのは。私も何度もそういう壁にぶち当たりました。何度ももうダメだと思いましたよ。でもそういう時は絶好のチャンスなんですよ。ピンチというのはチャンスです。よく宣教師もそういうふうに漢字を表現してましたけど、危機という漢字を思い浮かべてください。危険の危という言葉に機会の機を書きますよ。チャンスの機会の機、危機というのは危険であると同時に機会、チャンスでもあるということなんですね。ピンチはチャンスというふうに英語では言いますよ。危機的な状況、もうダメだ、もうダメだ、人生最大のピンチっていう時こそ、最大のそれを踏み台にして一挙に形勢が逆転して勝ち組になれる。負け組がアンダードックが勝ち組になる、勝利者になる。見返して見ておれ、ふざけるな、俺だってやればできるんだぞみたいなことをですね、見返してやることができる。それは今日のこの神様の前に正直になって心を注ぎ出す祈りをするかどうかにかかっています。一人でいる時も我慢して我慢して涙もなさずに感情を押し殺し続けて生きていても何も起こらないでしょう。もっと悪くなるだけです。でも誰も見ていないところで、私よくやってますけどね、それ車の中っていうのは一つの密室になれる場所ですけど、よく私山とかに行くのはそういう理由なんですよね。山の中とかに行ってですね、誰もいないところで叫びますよ。私が山の中で祈っている祈りを見ると結構過激な祈りなんですけどね、まあ、例えばこんなことされてますけど、もう神様あの人なんとかしてください、もうあの人だけはちょっともうお手上げですよ、もうダメです、もうなんとかしてください、もう神様もうダメです、お手上げですでも神様あの人なんとかしてくださいというそういう祈りばっかりですよね。もうあの人のなんであんなことを言われなきゃいけないのかわからないんですけども、もうあの人たった一言で夜も眠らないんですけども、もうムカついてどうしようもないんですけども、神様あの人なんとかしてくださいよ、いつも喜んでいなさいってあなたが言うんだったらいつも喜んでいられるようにしてください、絶えず祈りなさいって言うならそういうふうにさせてください、全てのことに感謝しなさいって、それ自分で無理ですけども、これどうやって感謝できるのかっていうことがいっぱいありますけども、感謝しなさいって言うんだったら感謝させてくださいよって祈ります。私神様に食ってかかります。
取っ組み合いのレスリングをしてます、山の中で。私、まあ、山に行けないときはですね、その辺の原っぱとかですね、あの河原とか土手とかに行ってですね、あるいは車で誰もいない駐車場で叫んだりしてますけど、イオンモールの屋上とかの駐車場に止めてですね、車の中で叫んだりするんですけども、皆さんも自転車とかですね、キコキコ行ってですね、フルトネガーとかどっかあんまり叫んでも大丈夫なところに行ってですね、トあの江戸川とかですね、そこで思いっきり叫んだらいいと思うんですよ。で、誰も見てないところで本当に神様の前に自分の気持ちを正直に表現して、神様の前に涙を流せばいいと思うんです。その時にそういう本音の祈りをすることができたならば、3分間では無理だと思うんですが、でも少なくとも20分とか30分とか、そういうふうに神様の前で、とにかく神様の前でずっとそこにいる、そういう体験をすると、必ずあなた自身が神様によって変えられます。周りが変わらなくても、親が変わらなくても、あなた自身が元気になりますよ。そうしたらもう締めたもんですね。あ、本当に神様やっぱり生きてるんだ、大丈夫だ、神様俺の味方なんだから大丈夫だ、俺の人生にはまだ希望があった、やったぜみたいなことでですね、またちょっと息を吹き返すことができますので、ぜひそのことを皆さん自身が実際に実践してみていただけたらと思います。ガッドブレスを歌っていきたいと思います。これじゃないです、すいません。日曜日はぜひ一緒に教会に集うことができたら感謝です。朝10時半から夕方4時からまた8時から9時、3回ほど礼拝をしていますので、もし行きたいなと思う気持ちになったらぜひ集っていただけたらと思います。来れなくてもネットでいろんなメッセージなども配信しておりますので、見ていただけると感謝です。ラブスリートと検索していただくと、教会のホームページなどが出てきます。ここに来られてない方のためにいつも地図を紹介していますが、東武動物公園の駅が一番近い駅です。東武スカイツリーラインですね、日光線と伊勢崎線に分かれる駅になります。東口から出て、フルトネ川を渡ると、杉田町に入ります。で、最初の方はですね、本陣跡地前とかいうところに行ってですね、そこから
右に折れてまっすぐ行くと教会に来れます。慣れた方はあの川沿いに来るとショートカットで一番近道なんですけども、迷わなければ10分ぐらいで来れます。はい、白い箱型の建物です。ぜひ、遊びに来てください。日光街道のスイート塾ということですけども、古い町並みもありますので、歩きに来ていただくととてもよいかと思います。はい、以上で福音記者を終わっていきたいと思いますが、週末から新しい週に向けて皆さんの上に感謝の祝福が豊かにありますように。ありがとうございます。